皆さんこんにちは、渡部美です。では今回はハーツオーバーヤフォーソ連軍プレイ、続きをやっていきたいと思います。ここまで独ソ戦を展開する上で一番最初に試した要塞戦術、2回目に試した補給戦術、そして3回目に行った減算作戦、いずれもドイツ軍の圧倒的な陸軍の力の前に敗れてしまったので、今回はまた違う作戦、戦略、戦術考えていきたいと思っています。今回は航空大決戦、これを挑んでいきたいと思います。第二次世界大戦はね、航空技術が著しく発展した時代でもあったので、今回のこの航空兵力大決戦かなり期待をしています。何をするのかというところなんですけども、今ですね、航空技術見ておくと36年の航空機がソ連は配備されているという状態です。これに対して、今回ですね、我々は、まずは近接航空支援機、これを開発。さらに重戦闘機、これも開発して、ドイツ陸軍と衝突する場所に重点的に配備をしていくという作戦になります。その分、陸軍の兵器、海軍の船、これの生産量、製造量減りますけども、それを補って余りあると信じて航空機充実させていきたいと思います。その他の基本的な国家方針なんかは、前回までと同じ戦略で進めていきましょう。では生産ラインの見直しを行って時間を進めていきます。はい、バルト三国、ここの併合を完了してます。バルト三国の併合に関しては皆さんいろいろご意見いただいてるんですけども、今回はね、一旦バルト三国は併合するというパターンにしてあります。航空機の方は増産を行っていて、国家方針もですね、航空大国を目指して航空機関連を重点的に入れてます。今やってるのがですね、飛行機クラブの育成を行っていて、エースの発生確率プラス 25% とかのね、ボーナスを取っていくという内容です。その他航空機関の拡大、航空基地の近代化、このあたりも進めています。で、この後は航空機工場の統合なんかも行いつつ、さらにですね、航空大国としての道を歩んでいきたいというふうに思っています。現在1942年12月8日です。はい、1941年5月20日まで時間を進めてきたところで、ちょっと見づらいかもしれませんが、画面の上部にドイツが我々に対して宣戦布告の準備を整えたという情報が上がってきています。ソ連軍の戦争準備の状況をご確認いただきたいと思います。まずですね、最前線に立つ7つの軍、これに関してはまず5つの軍団に関して、ちょっと数字が見づらい、小さいかなと思うんですけども、戦闘機300、航空支援機300、これを軸に配備済みです。各軍に専属で割り当てています。今までにない戦術ですね。これで陸軍と空軍の連携を確かなものにしていきたいと思ってます。まあ、これがね、基地と出るか京都出るか全くわからないんですけども、なんとかですね、陸軍と空軍しっかりタッグを組んでもらって、敵にね、ダメージを取る、これをちょっと目指していってもらいたいなと思ってます。その分ね、陸軍の強化が遅れてしまっているので、本当にこれが前回の作戦よりうまくいくか失敗するか全くわからないので、ちょっと慎重に見極めてはいきたいと思うんですが、この航空大決戦、この作戦をね、うまく進めていきたいと思ってます。さあ、戦争が始まってしまいました。思ったより早く始まってしまいましたね。1941年7月1日です。前回はですね、最前線に補給をしっかり届けようという作戦だったので、補給に絶対の自信を持って開戦できたんですけども、今回はなかなかそういうわけにいかずですね、今補給マップを整備していたところなんですけども、ご覧のようにちょっと赤いところがいくつかあるっていう状況です。この中でどこまで粘れるかですね。開戦した直後の航空機のどっちが優勢かという状況を見てもらってるんですけど、バルト三国、ポーランド西部、東部、ウクライナ、いずれも我が軍が航空機により優先権は取ってますね。なので、予定していた作戦は進んでいます。あとは陸軍次第と
というところですね。では時間を進めまーす。まあなんとかこの航空機による支援が有効になってくれるとね、そのドイツとうまく渡り合えるという意味では活路になるのかなと思うんですけど、全くわからないですねこれね。どうでしょうね、なんかいきなり押されてる感じはすごくするんですが、どうだろうな。航空機による戦いも、ウクライナとバルト三国上空は取ってますけども、残念ながら、どうだろう。最前線になってるポーランド東部、ここが取れてないですね。ミンスクの上空に戦闘機、もう残り90機しかないんですが、これ配備しましょう。本当に。これがうまくはまらないと、もう本当に打つ手がない。考え得る全ての作戦が、水砲突きということになってしまうので、まあ、なんとかね、耐えてもらいたいなというところなんですけどね。ちょっと苦戦してますね。では、苦戦してるところには部隊を追加投入します。これが、有効かどうかというのはまた別問題だと思うんですが、部隊を投入しないと、さらにどんどん押し込まれてしまうので、まあそれを避けるためですね。航空機による抵抗が効いているのかどうか全く判断がつかない微妙な、戦線になってます。なので、もうちょっと様子をね、見ていきたいと思います。航空機なんですけども、本当に微妙な状況ですね。一進一退というところなんですけども、陸軍は押し込まれていてですね、第一関門になるであろうミンスク、ここがもう陥落を免れることがちょっと難しそうという状況ですね。いや本当にドイツ陸軍どうやったら倒せるんだろうっていうぐらい、ちょっと本当に泥沼というか、底のない沼に落ちてしまってる感じがするんですけど、もう予備の兵力はほとんどないので、細かな采配というよりかはもう見守るしかないんですが、まあ、あらゆる戦線でちょっと不利な状況ですね。キエフが陥落してます。もうこのままモスクワまで陥落するのは免れることは難しそうですね。航空機の戦いはですね、まあ、前回のボロボロな状況よりかはだいぶマシになったというのは、まあ、確かにあるんですが、まあ、それでもですね、やっぱりドイツ軍の航空機の力は強いですね。はい、モスクワまで敵がやってきました。残念ながら今回の航空兵力大増強による航空決戦作戦はうまくいきませんでしたね。まあちょっといろいろ考えてやってきたものの、なかなかうまくいく方法がないので、ちょっと何か皆さんから本当にいいアイデアあったら、それを試していくっていうやり方しか思いつかないですね。はい。とはいえ自分でももう少し考えてやってみたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。